自分たちのやってる方としてはすごく手応えはあった中で、結果がついてこないっていう状況だったんですけど、こういうふうにやれば、ゴールが取れるっていうところだったりっていうのをちょっと感じてきているので、そういうところが、勝って積み上げてきてるっていうのが大きいのかなと思います。豊富な運動量と抜群の精度を誇る左足でチームの司令塔を務める野津田学人。今シーズンリーグ戦では全試合でスタメン出場を続けているが、自身の出来に関しては満足していない。もっと起点になるパスを出したり、チームの流れを変えたりっていうところはまだまだできるかなと思うので、そこら辺はもっと状態を上げられるんじゃないかなと思いますけど、徐々に上がってきてる感じもあるので、もっと貢献できればいいかなと思います。今週末対戦する鳥栖とは直近の4試合すべて引き分け、勝ち切るために必要なことは。相手にもスタイルがあって、そのスタイルを貫いてくるようなチームだと思うので、それを上回るぐらいの自分たちのアグレッシブなサッカーをしていければいいかなと思いますし、この間のヴィッセル戦ですごく攻撃の手応えをチームとしてつかめたので、それを今度はホームで出せるようにっていうところは、自信を持って勢いを持って出していければいいかなと思います。リーグ戦4連勝に向け視界は良好です。ホームで戦えるので、より自分たちらしいサッカーを皆さんに見せて、一緒に勝って喜べるように頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。